こんにちは、エスネルデザインのゆうです。今日は小木曽根のエスネルの設計的な解説をしていきたいと思います。事務所は超高断熱の小さな木の家というものを得意として設計しております。でこの建物は延べ床面積約26坪で、断熱性を示す UH で 0.27 ですね。で気密性は完成で C 値 0.2 という建物になっております。エスネルデザインでは外壁に杉板を無塗装で使うことが多くて推奨しております。で一番の理由はメンテナンスコストが基本的にはあまりかからないっていう点ですね。無塗装で使うところがポイントなんですけれど、杉板最初はこういう黄色い色ですね。これがどんどん時間が経つごとにシルバーグレーに変化していきます。まあ、その自然の風合いを、まあ、楽しみながら見ていけるかなっていうところで、逆に言うと塗り直しなどが必要ないということですね。一般的な外壁であったり杉板であっても塗装をするような場合は、まあ、10年後ぐらいに足場をかけて塗装するっていうメンテナンスコストが必要になります。まあ、その金額が、まあ、何十万という金額になるので、まあ、10年後のそういったコストを抑えたいという意味で杉板を選んでいます。で2点目は風合いが非常に良いというところですね。杉板は結構おすすめです。で、まあ、3点目はその経年変化していくっていうのを、まあ、お子さんと一緒に家に暮らす楽しみになるのではないかなと思ってます。まあ、あと最後にこれは新潟の木を杉を使ってるんですけれど、もともと日本の家というのは杉板の家がほとんどだったんですよね。地元の山から杉を切って貼ると、まあ、そういった元々の日本の風景っていうのが、まあ、個人的に好きですし、そういった風景を未来にも残したいという思いがあって杉板を推奨しております。